ノワイヨンは、フランス、オードフランス地域圏、オワーズ圏のコミューン。オワーアッツ川が、コミューン内を流れる。1917年に撮影されたノワイヨンかつて一部の、歴史家たちは、ノワイヨンの地を、ケルト語で、新しい都市を意味するノービオデューナムのことであるとか、ガリア人の一部族、スエシオネス族が暮らすオッピトムであったとか主張したが、この説は長い間取り上げられていない。 ノワイオンの古名は、ノービアメイグスといい、ローマ時代に作られた。ベルギカのウィロマンドエン族の都市の一部であった。ノーイオマグースは、オアーズ川谷の恩恵を受ける、小さな村だった。531年、聖、メダルデスがシビタスビロマンドルムのキリスト教会の、司教として赴任した。メロビング朝時代のノワイオン司教は、フランク王国の首都であり、 王の邸宅のあるソワソンに近く恵まれていた。百年戦争まで、ノワイオン司教は同時に、ノワイオン伯爵として、フランス王家直轄領とベルマンドアとの間を収める有力者だった。1108年から、ノワイオンは自治都市となり、最初はノワイオン司教が検証を与えたが、後にフランス王が与えるようになった。1363年に、 ノワイオンは、ブルゴーニュ公国支配下に入り、カール5世の時代まで続いた。1516年、ノワイオン条約が、フランソワ1世とカール5世の間で締結され、フランソワ1世は、ミラノ公国を獲得する代わりに、ナポリ王国を放棄した。皇帝は、最終的に、1544年のクレピー条約で、ブルゴーニュ公領をフランスへ復帰させた。 ノワイオンがフランスへ復帰するのは1559年の加藤カンブレジ条約によってである。長くイルドフランスの一部であったが1789年にオワーズ県が新設され、イルドフランスから切り離された。1801年、コンコルダートによってノワイオン市教座が廃止され、ボーベ市教座に統合された。第一次世界大戦と第二次世界大戦では、 ドイツ軍に占領された。ノアイオンには大聖堂があり、1150年に着工された。1144年のサンドニの剣道式以降の最初に着工された初期ゴシックの大聖堂である。しかしリブを支えるのはサンドニのアンデリの天柱ではなく、控え壁と一体化された石積みの不柱で違う柱である。一方、周波楼の外縁に並んでいる部屋は、 サンドニに用いられた天柱が見られる。この大聖堂は内陣から建設が始められ、続いて西へと建設が進められていった。奥行きの深い二回路を取り入れていること、袖廊の両腕の先端が丸くなっている三層からなる立面などの特徴が挙げられる。先頭アーチの垂直と多層で構成される水平の間の初期ゴシック的バランスを表現している。また、 不可的な第4番目の層のトリフォリウムという低い壁の間の通り道の導入により生き生きとした様を提することになった。あとの1236年に着工のヘッセン州のラーン川の沿岸のマールブルクにあるザンクトエリザベート教会堂にはノワイオンによって鼓舞されたゴシック表現がなされている。ありがとうございます。